このチャンネルは徳島商工会議所青年部のメンバーのお宅にお邪魔、奥様と一緒に晩御飯をいただきながらその苦労話を聞きます。普段仕事に専念できるのは奥様の支えがあってのこと。そんな奥様のありがたみを再認識し日々の感謝を伝えます。突撃 YG メンバーの晩御飯、突撃 YG メンバーの晩御飯、やってまいりました。第4弾、ターゲットは北野邸です。現在役職は筆頭副会長、つまり次の会長候補ということになっております。北野子の印象はですね、阿波踊りがうまい、よく話を盛ると、イライラいやほら楽しくするためにね、ちょっと盛り癖があるっていうところが彼のいいところです。まず北野くんの全体像としては、話をきれいにまとめられる男です。もう本当に優しい男なんで、家族にも嫁さんにも話ができる男やと、そういう印象があります。いよいよ突撃の時間がやってまいりました。いくぞ。やってまいりました、北野邸です。よっしゃ、じゃあ早速お邪魔してみたいと思います。あれじゃ、こんばんは。どうも、今日は突撃 YG ということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 OK 出ました、突撃 YG メンバーの晩御飯。北野正信です。株式会社北野商事は徳島を拠点に青果物の卸売販売、畑田フランチャイズの運営企業として2008年12月に設立。さまざまな業界において幅広いサービスと商品を提供しています。北野正信さんはこの会社の社長なんです。長女の愛子ちゃん、長男の陽一くん、次女のゆり子ちゃん、そして奥さんの智子さんの5人家族です。北野くんの晩御飯です。まずはこちら、課長の小滝です。ありがとうございました。正信くんが切りました、エモ表の課長です。はい、エモ表、エモ表の課長、めちゃめちゃ美味しい。そしてターコライス、ターコライス、うお、ほうれん草のお前です。お豆腐、お豆腐上にいやーこいっぱいのせ、いただきます。いただきます。ちょっと重なったかな。叩きいっちゃいます。隣の晩御飯がやっぱりもう晩御飯。カツオ。トラカツオ。いや美味しい。ありがとう。あのエモ表人とアフリカでも最高。さあ奥さんが作っていただいたタコライス。タコライス。いやいただきます。さあ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 。これはうまい。オクトパス。美味しいですね。次の団体を任せるね、やっぱ会長ということで。意気込みを、はい、重責をこう、お預かりするということはプレッシャーとか責任もありますので、まあ、徳島のためにできることを見つけて一個一個一生懸命やっていくっていうのはそれしかないのかなと。それではここで恒例の奥さんへ質問タイム。奥さんが家をちゃんと守っていただいてやっていかないと外でも働けないということで、内助の功である奥さんにあのフォーカスして YG メンバーにこういう風に奥さんに支えてもらってるメンバーがいるよっていうことを紹介する動画番組になります。良いところを教えてください。あるのかな、これは。とにかく仕事はすごく頑張ってくれるし、その仕事で何があっても家には絶対持ち込まないんですよ。家庭と仕事をきっちり分けてくれてる。直してもらいたいあるのかな。とりあえずやっぱりおしゃべりが上手なので、こう知ってるこう情報みたいな、雑学的なみたいなことをいろいろいっぱい説明してくれるんですけど、自分の話を遮られたらめっちゃ怒るんですよ。これを機会に、はい、直す宣言をお願いしてもいいですか。はい、子供に会話を遮られても、そこは会話を中断して子供たちの声に耳を傾けたいと思います。なんとここで愛子ちゃんからお手紙のサプライズが。
パパへ、いつもお仕事頑張ってくれてありがとう、うん、遊んでくれてありがとう、お出かけに連れて行ってくれてありがとう、マリオよりはそんなパパが大好きです、今の気分は北海道に連れて行ってほしいです、最後も勉強頑張るので90点以上経ったら連れて行ってください、これからもお仕事頑張ってください、あやこより。本当に ありがたいです、嬉しいです、ありがとう。よかったよかった。奥さんへ向けての手紙の時間です。妻智子さんは、出会って、16年、結婚して13年、そこそこ長い時間が経ちました。お互いすでに40代も後半で、私は高血圧と老眼、薄毛に悩む毎日です。若い頃は、2人でいろいろなところに行きましたね、旅行や買い物、よく2人でお酒も飲みました。そうこうしているうちに長女愛子が生まれ、その後長男陽一、そして私が41歳のコロナ禍の最中に、次女ゆり子を授かりました。気がつけば5人家族、2人でうろうろしていた時には想像もできませんでしたが、今や、私もあなたも3児の親です。子供を授かってからの8年間、長女の難病のことやさまざまなトラブルは毎挙にいとまがありません。ここまでの道のりは、順風とは言えませんでした、ですが今日こうして、普通に家族で生活できているということは本当に幸せなことです。また、特に夫婦喧嘩をすることもなく、仲良くもやってこられました。でそれもこれも、全てあなたからの、普段の支えがあったからです。本日の、この徳島 YG のこの無茶ぶりなこの企画にもですね、いやいやながらも山岸院長の1時間を超える説得の末にしぶしぶ了解してくれました。撮影の日が近づくにつれ、憂鬱じゃとか余計じゃとか、ほんの少しの、小言のみで済ませてくれたのも全てあなたの深い懐によるところであります。本当にいつも感謝しています。どうもありがとうございます。娘ですが、まだまだ子供も小さいし、夫婦でクリアしていかなければならないことはたくさんあります。また、令和7年から来年からですね、2年間は、徳島 YD で、重責をお預かりする予定もあります。この先の人生考えるだけで気持ちがげんなりとしてきますし、あなたにはいろいろと負担もかけると思います。ですが、私は私なりになんとかあなたや、子供たちが幸せに、暮らせるように努力しますので、大変申し訳ございませんがこれからも私をお支えいただきたいと思います。どうかこれからもよろしくお願いいたします。はい、プレゼントです。ありがとうございます。ママの服、さあママの服、いいね、うん、この間もありがとうございます。これからもよろしくお願いします。おー、いいね。北野家大成功。